頭皮環境はさらに悪化して匂いもきつくなるので気をつけてくださいね。チェキチェキこんにちは、オモデサンドヘアアーティスト、あやまるです。あれ、なんだか最近頭が臭い、そんな風に悩んでる方いませんか？自分の頭の匂いってなかなか気づかないものですけど、自分で臭って感じたならあなたの周りの方ももしかしたら気づいてるかもしれません。そこで今回は頭が臭くなってしまう原因とその対処法について詳しく説明していくので、ぜひ皆さん参考にしてください。それでは説明していきます。まず頭が臭くなる原因として3つの原因が挙げられます。まず1つ目が頭皮から出る汗です。これはなんとなくわかりますよね。汗による体臭のことを汗臭と言うんですけど、頭皮って特に汗が多く出る部分になるので匂いがひどくなりやすいんです。頭皮に汗が多い理由は頭皮に汗が出る器官、汗腺が多くあるからです。頭皮って手のひらだったり足の裏の次に汗腺が多いと言われています。足の裏ってね、たまにね、匂いがね、強烈な方いますよね。その原因も汗腺が多く、汗をたくさんかくことで匂いがツーンとしてきます。それと同じように頭も多く汗をかくので、足の裏と同じような嫌な匂いを発生しやすい部分っていうことを覚えておいてください。次に2つ目の原因が頭皮から出る皮脂です。頭皮は皮脂の出口でもある皮脂腺もすごく多い部分になります。皮脂腺が多い部分として眉間、鼻、口周り、顎下などがあって、この部分を T ゾーンって言うんですけど、頭皮はこの T ゾーンよりも2倍の皮脂腺があるって言われてて、体全体の中でも一番皮脂腺が多い部分になります。実際に頭皮の匂いが気になるっていう方は、頭皮がペタペタしてる感覚を感じたことある方も多いんじゃないでしょうか。これは頭皮から出ている皮脂によるベタつきです。皮脂から匂う体臭のことを皮脂臭と言いますが、頭皮は最も皮脂臭が強くなりやすい部分とも言えます。なので油っぽい嫌な匂いがしやすいんです。次に3つ目の原因が高温多湿な環境です。さっきもお話ししたように頭皮は汗も皮脂もたくさん分泌される部位です。この2つの原因をさらに悪くしているのが、頭皮にはたくさん髪の毛が生えていることなんです。頭皮には髪が密集しているので、どうしても体温を閉じ込めて湿度も高くなってしまいます。この状態っていうのが雑菌ちゃんの大好きな環境なんです。つまり雑菌ちゃんたちが出す雑菌臭も強くなりやすいのが頭皮なんです。今お話ししたことをまとめると、頭皮の嫌な匂いの主な原因は汗、皮脂、雑菌、この3つの匂いがミックスされて強烈な匂いを発生させているということです。ではこの3つの原因を踏まえた上で、頭皮が臭くなりやすい5つのケースについてお話ししていきます。まずケース1、頭皮に汚れが残っている。これは頭皮に残った皮脂や汗、スタイリング剤などの汚れが時間の経過とともに強烈な匂いに変化していきます。頭皮に汚れが残っている人はさらに3つのパターンに分かれます。1、生まれつき皮脂や汗の量が多く汚れが多く出やすい人。2、整髪料の使用頻度が多く洗い残している人。3、汚れの落とし方がちゃんとできていない人。この3つのパターンのうち1個だけじゃなくて3つ当てはまってしまっている方もいるのかなと思います。次にケース2、頭皮から出る汗の匂いが強い。汗の匂いの強さは人によって異なります。体質的に強い匂いの汗が出る人もいれば、汗の量が多く匂いが強くなる方もいます。頭皮から出る汗の匂いが強いと、その分頭皮の匂いも強く感じられます。このケースだと汗の匂いを軽減させるアプローチが必要になってきます。次にケース3、頭皮からミドル脂臭が出ている。ミドル脂臭っていうのは特に大人の男性に多く見られるんですが、古い油のような匂いです。これは特に後頭部から多く出てきます。ミドル脂臭は汗と雑菌のコンビネーションで発生する匂いです。もちろん男性だけでなく女性にも発生する可能性は全然あるので注意しましょう。次にケース4、頭皮から加齢臭が出ている。加齢臭は皮脂が臭くなる皮脂臭の一種です。40代を境に増えてきて50代60代以上になると多くの人に見られる体臭になります。加齢臭は油臭く青臭い匂いが特徴です。加齢臭っていうのは頭だったりこの耳の裏から出やすくって、きちんと洗えていないと匂いもかなり出やすくなるので注意しましょう。最後にケース5、頭皮環境が悪化している。頭皮ってとっ
っても過酷な環境なんですよね。というのも頭皮は体の中で最も太陽に近い位置にあって紫外線の影響をもろに受けやすいんです。頭皮には頭皮常在菌が存在していて、いい働きをする菌と悪い働きをする菌それぞれいます。頭皮環境が悪ければ悪い雑菌が増えて嫌な匂いの原因になってくるので注意が必要です。紫外線以外に栄養不足、睡眠不足などの悪条件まで重なると頭皮環境はさらに悪化して匂いもきつくなるので気をつけてくださいね。どうですか？頭皮の嫌な匂いの原因に当てはまるものありましたか？ではここからはどういう風に対処すればいいのかお話ししていきます。とは言ってもほとんどシャンプーのやり方次第で解決できます。例えば今使っているシャンプーをスカルプ用のものに変えてもかなり変わってくると思います。私がいつも使っているシャンプーもイースタンダードっていうシャンプーのスカルプ用だし、頭の匂いの原因って頭皮の状態と直結してくるので頭皮に適したスカルプシャンプーを使うのが一番いいんじゃないかなって思います。ちなみに私が使っているイースタンダードのスカルプシャンプーはスカルプシャンプー独特のツーンとした感じが全くなくって、男性が使うイメージが多いのかなって思うんですけど、全然女性でも使えてすごいいい匂いになるし、髪もすっきり、頭皮もすっきりするのですごくおすすめ。あとはシャンプーの時にしっかりと後頭部とこの耳の裏ですね、ここまでしっかり洗うことも大切です。ほとんどの方がどうしてもシャンプーをする時に洗いやすいこの頭頂部のとこだったり横の部分、前の部分ばっかり洗っちゃいますよね。でも後頭部もしっかり意識しながら洗ってあげるだけでも全然違うし、特にこの耳の裏なんかは加齢臭が一番出るところになるのでしっかりと洗ってくださいね。まあ、ただそこまでしっかり頭を洗うのめんどくさいなとか、もうそんな時間ないよ、早くお風呂から出たいよっていう方はシャンプーブラシを使うことをおすすめします。これは私も使ったことあるんですけど、シャンプーブラシを使って頭を洗ってあげれば毛穴に詰まった細かい皮脂汚れもしっかり洗い落とすことができるのでとってもおすすめです。髪が長くて引っかかりやすい方とかはトゲトゲのやつとかだと髪も引っかかりづらくてやりやすいかなと思います。あとは以前にも紹介したことがあるホホバオイルだったり椿オイルをシャンプー前に頭皮につけて軽くマッサージをしてあげてもかなり匂いを消すことができるんじゃないかなと思います。はい、以上が頭皮が臭くなってしまう原因とその対処法の紹介でした。最近頭の匂いが気になるなって方はぜひ参考にしてください。今日の動画が参考になった方は高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知ボタンお願いします。下にコメント欄もあるのでたくさんコメントお待ちしております。そしてあやまるべヘアチャンネルの公式 LINE もあります。 LINE を追加していただくと5つのプレゼント動画もありますのでぜひそちらもチェックしてみてください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。